歌はですね、息の芸術と言われています。ですので、あの息を吐くことによって歌えていきます。で、息を吐くということがすごく重要 なのは分かっていただくと思うんですけど、息を吐くとき、どうやって吐いたらいいか。ただふーって吐いても声は出ません。ですので、よく腹式呼吸を使いなさいというふうに言われるんですが、腹式呼吸って何だろうなと思うんですよね。腹式呼吸、日本人の方は基本的に胸式呼吸、胸から呼吸していることが多いです。なぜかというと、普段話している声というのが深くこんにちはとかやらないので、ここの胸から話していることが多いんですね。胸から上で。ですので、日本人の場合は基本的に胸式呼吸を普段しています。ですから胸式呼吸、何で胸式呼吸かというのが分かるかというと、息をした時肩が上がることです。この肩が上がっている時は大体胸式呼吸です。腹式呼吸の場合はお腹です。お腹のところを使いますから、お腹が膨らんでへこむ、膨らんでへこむという行為ですので、肩は一切上がってないと思います。腹式呼吸か胸式呼吸か、これで肩の位置でまず見つけてください。はい、腹式呼吸について、腹式呼吸、どういうふうにやるかということなんですけど、まずは無理やりお腹を動かすという行為をします。そうじゃないと動かないんです、大体。なのでまず息を吐きます。ふーっていっぱい吐きます。吐いて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 、なくなった時に力を抜く。そうすると勝手に息って吸うんですね。で、勝手に息を吸った時によくお腹を触っててほしいんです。そうすると抜きますよ。もうない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 ってなくなるまで、体ちっちゃくしていいです。ちっちゃくなって、あ、もうない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 ってやって力を抜きます。こういう時にここがお腹が膨らむのが何回かやってるとご自分で分かるようになってきます。で、こう言って少しずつお腹を、息を吸った時にお腹を膨らませるという声を何度かします。あとは寝ていただくと一番わかるんですけど、寝た時に今やったように息を吐いて、ふーっと吐いて力抜くといった時にお腹が膨らむ状態、背中が大体寝てるとつきますから、息を吸うとここはつくんですね。それによって、あ、息が入ったなというのが分かるようになります。で、こうやって毎日やっていくことで、日常の中でも、例えば歩いていても、シャワーを浴びていても、この息をどうするかということは自分で意識をするとできていきます。ですので日常の中でこれをやってください。そうしていくことでお腹がだんだんと使えるようになってきます。で、このお腹が使えてしまえば、あとは息の使い方という方向に行きますから、まずお腹を使う、お腹がちゃんと膨らんで、息を吸った時にちゃんと膨らんで、息を吐く時にへこむという状態をまず自分の体に覚えてしまいましょう。